ジョシュア・エヴァン・ベルは、アメリカ合衆国テキサス州ガラス郡、アービング出身のプロ野球選手。宇藤ーダ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。愛称は JB。ピッツバーグ・パイレーツ時代2011年の MLB ドラフト2巡目で、ピッツバーグ・パイレーツから指名され、プロ入り。2012年に、参加の A 級、ウェスト・バージニア・パワーで、プロデビュー。 15試合に出場して打率、274、1本塁打、11打点、1盗塁を記録した。2013年も A 級ウエストバージニアでプレーし、119試合に出場して打率、279、13本塁打、76打点、1盗塁を記録した。2014年は、A 級ブレーデントン・マローダーズと AA 級アルトゥーナ、カーブでプレーし、 二球団合計で108試合に出場して打率。325、9本類打、60打点、9盗塁を記録した。この年は、オールスターフューチャーズゲームにも選出された。オフには、アリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2015年 AA 級アルトゥーナとトリプル A 級、インディアナポリスインディアンスでプレーし、 二球団合計で131試合に出場して打率317、7本塁打、78打点、9盗塁を記録した。また2年連続でオールスターフューチャーズゲームに選出された。オフの11月20日に40人枠入りした。2016年はトリプル A 級インディアナポリスで開幕を迎えた。7月8日にメジャー初昇格を果たした。 メジャーデビューとなった同日のシカゴカブス戦では代打で初安打、さらに翌9日の同カードで代打でアダム・ウォーレンから初本塁打を満塁弾で飾った。7月16日にトリプル A 級インディアナポリスへ降格したが8月20日の最小格後は最後までメジャーに帯同した。メジャーでは45試合に出場して打率2733本塁打。 19打点を記録した。2017年2月1日に、左膝の手術を受けたが、故障者リストにも入らず欠場もしなかった。9月4日のシカゴカブス戦で、ジェイク・アリエータから、ナショナルリーグ最多本塁打記録となる、スイッチヒッターの新人での24号本塁打を、放ち、12から0で試合も対象に終わった。2017年の最優秀新人選手賞に、 コディベリンジャーとポールで4軍と共に最終候補に残り、投票では3位にノミネートされた。159試合に出場し、打率255で26本塁打を放ち、90打点だった。2019年5月8日にアレゲニー側に直接本塁打を打った PNC パーク史上4人目の選手となった。ボールは114マイルを超える速度で、 470フィート以上を移動していた。6月30日に自身初めて MLB オールスターゲームに選出された。ホームランダービーにも出場したが18本にとどまり1回戦で敗退した。守備面では2019年の一塁種としてはリーグ最低の守備率を記録した。2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の 短縮シーズンとなった中で57試合に出場して打率226の成績だった。2020年12月24日にウィルクロー、エディエエンとのトレードでワシントンナショナルズへ移籍した。選球眼に優れ、両打席で広角へと打ち分ける高打者。守備では2015年より一塁手がメインとなっている。ありがとうございます。